一方、月の名所でも営業最終日です。桂浜公園内の丘に立つ国民宿舎桂浜荘、高知市が建設し1964年にオープンしました。しかし新型コロナの影響で利用客が激減し、昨年度の売上は前の年度の3割に落ち込みました。そのため高知市は2024年までの運営を委託していた指定管理者との契約を短縮し、明日から休館することを決めました。最終営業日となった今日は最後の宿泊客が名残を惜しんでいました。もう最後と なるとどうしても連れてきたいと思ってスタッフの皆さんがすごく優しくて親切で、気持ちよく泊まれました。近場にないですもんね。ないの、桂浜には。なんでここが閉館なのか。高知市によりますと今のところ再開のめどは立っていないということです。